聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第1章1節から5節です。口語訳新約聖書の135ページです。今日はこの聖書の箇所から心に響く命言葉と題して高木博樹牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、新しい年を迎え、新しい思いを、新しい心を、そして新たな歩みを主と共にこの礼拝を通して主が導いてくださっていることを心より感謝いたします。第一礼拝、多くの愛する神の家族の皆さんと共に主に捧げる礼拝が、初めから終わりまで主の御臨在の中で祝福に満ちた礼拝となりますことを信じます。また我が妻恵子姉妹のお証を通して、私たち一人一人の心の内に神様がなさることの素晴らしさを、神様を通して導き、そして神の栄光の器として主が用いてくださっていることを感謝いたします。すべてを最善にしてくださる主が共におられることを信じます。一切を主の御手に追い出ねし、イエス・キリストの御名によって主の御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんおはようございます。ようこそお越しくださいました。あるお店でですね、シャッターが閉まっておりまして、そこに一枚の紙が貼ってあるんですね。その貼り紙を見ましてね、多くの方がそこに立ち止まり、そしてそこを離れるときには皆さんが笑顔となるんですね。その貼り紙には何てかかっていたんでしょうか、ということですね。お店があってシャッターが閉まってました。そこに一枚の貼り紙がこう貼ってありました。それを見るとですね、皆さんがにこやかな顔になって、ほのぼのとした気持ちになって帰るということなんですね。その紙にはこう書かれております。お客様各家、お店ですのでね、お客様各家、家内の誕生日に何が欲しいかと聞いたところ、休みが欲しいですというので、誠に勝手ながら本日お休みをさせていただきます。申し訳ございません店主、という書かれていたんですね。まあ、それを見てみんなほのぼのとしながら、その言葉がいつまでも心に響いて、お帰りになったということですね。まあ、私たち一人一人、この聖書の言葉がいつまでもいつまでも変わることなく心に響き続けていく、今日は心に響く命言葉ということをね、ご一緒させていただきます。先ほど読みいただきましたヨハネによる福音書の第1章の1節から5節、もう一度読みしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかったですね。今日はここから3つご一緒します。まず第一に、言葉の本質ということですね。ここから見てみたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあったと1節2節にあります。このヨハネによる福音書ですけども、4つのね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとありますね。その4つの福音書の中でも最も霊的な福音書というふうに言われております。なぜかと言いますと、このヨハネの福音書が書かれた目的という、まあ、何でもそうですけども、するための目的というのがありますね。何のためにそれするんですか、何のためにこの書が書かれているんですかということですけども、この目的はヨハネによる福音書の20章の31節に記されている言葉ですね。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、
またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためである。イエスキリストを信じて命を得る、永遠の命を得るということがこの書かれている目的ということです。ですからこのヨハネによる福音書では信じるという言葉、キーワードが98回使われています。そして命という言葉が36回使われているんですね。まあ、それだけこの福音書においては信じることと命ということが強調されているということです。イエス・キリストを信じることがいかに素晴らしいかということをですね、この福音書はお伝えしているわけです。はじめにってありますね。はじめにと聞くと皆さんも思い起こすわけですけどもね、創世記、はじめに神は天と地とを創造された。で、創造の始まりがありますね。天地創造の始まり、創世記の1章の1節に、そして1章の3節では、神様が最初に発生した言葉は光あれです。光あれと言って光ができたというところから始まってますね。そして最後、天地創造の最後は、ね、男と女を作って、ね、そして全て甚だ良かったという、ね、言葉で締めくくられています。甚だ良かったというのはご存知のように本当に良かった、ね、まあ、世は満足じゃ、まあ、みたいな言葉ですね。で締めくくられるわけです。そしてその言葉ということですけども、聖書ではロゴスという言葉とレーマという言葉があるんですね。ロゴス、まさに神の言葉としての言葉、そしてレーマというのは私たち一人一人に語られていく神の言葉でもありますけども、その言葉、言葉そのものに力がある。それはまさにこの御言葉そのものの中に力があるということなんですね。で、神様は人を作られた時に最後に何をなさったかというと、そこに息を吹きかけられたってあるんですね。その息、言葉の語源は息から来るというんです。息が吹きかけられた、生きたものとなったってあるんですけどね。ですから、まあ、その息という言葉では聖書の中には、鼻から息するものに頼ってはならないという言葉もね、ありますね。まさに神様は私たち一人一人、はじめにという言葉から始まって創造し、そしてはじめに言葉、言葉の重要性ということをですね、思うときに、言葉とは一体何なのかということですね。まさにこのロゴスという言葉は理性と言葉という2つの意味があります。それは神の姿、そして神の姿が分かるように人の形として神様が来られた、それがキリストである。神であられるんですけども、人の姿となって来られたのがキリストであるということですね。まあ、私たちは日常生活、言葉を使ってコミュニケーションを図りますね。言葉を通して慰められる、励まされる、勇気づけられる、ありますね。時には言葉を通して傷つくこともありますし、傷つけられることもありますね。言葉っていうのは非常にこうね、どちらにも使うことができますし、受け取る方の受け取り方によっても全然変わってくるものであるということです。ですから聖書を何度も何度も、ね、柴田敦兄弟、毎年ね、聖書通読、大晦日に報告来るんですよ。今年も聖書通読やりました、ね、達成しましたとかってですね、毎年大晦日に報告来て、ね、あとヨハネの福音書、そして詩編、ね、旧約聖書ここです、まあ、3箇所聖書をね、旧約聖書の中の初めから、そして詩編、そして新約聖書とね、1日3章ずつね、読んでおられるんですね。まあ、その最後のラストスパートでね、読み切りました。繰り返し繰り返し同じ聖書を読むんですけども、そこから得てる、行くことが違う。また神様がその状況状況にふさわしい言葉を私たちに語ってくださることを思うときに、今この状況のこの時のこの私に必要な御言葉を神様が示してくださる、語ってくださるということをね、覚えていくわけであります。コミュニケーションに必要な言葉、まあ、神様とのコミュニケーションしていくときに、神様も私たちに与えてくださる言葉として神様は語ってくださるわけです。
コミュニケーションは一つの手段ですよね。手段としての言葉なわけですけども、それは情報であったり、また自分自身の意見、考え、見解、ね、意思だったり、それをこう伝えていくわけですよね。セミナーなどでコミュニケーションセミナー、人間関係講座などもね、いろんな講座をさせていただくんですけども、セミナーに来られる方々の共通することがあります。その共通することは何かっていうと、全ての人はいいコミュニケーション、どうしたらよくコミュニケーションができるんだろうか、ね、友達との関係、夫婦の関係、親子の関係、まあ、学校で言えば先生と生徒、会社で言えば上司と部下、そういう関係性、全ては関係によって成り立っているという言葉は過言ではないと思うんですけども、関係ということをどうしたらうまくできるんだろうかということで学びに来られるわけです。そして、ね、親でしたら子供との関係、奥さんでしたらご主人との関係、まあ、そういう関係をどういうふうに修復していったらいいんだろうか、その関係を豊かにしていったらいいんだろうかというところで学びに来るんですが、その学んでいって、これまた共通することがあるんです。皆さん気づかれるんですね。人との関係ということを何とかよくしていこうというふうに思って学ぶわけですけども、最終的には人との関係じゃないんだ、自分との関係なんだ、ね、自分自身とどううまくやっていくのか、ね、自分のことをなかなか自分が好きになれない、受け入れられない、そういう自分がいるっていうことをですね、また気づかれていく、ね、そして最終的には自分との関係もどうもうまくいかない、なかなか自分が自分で受け入れることができない、じゃあどうしたらいいっていう、その先をね、みんな求めてくるんですね。その求めはセミナーでは得れないんですよ。最終的には教会を通し、神様との関係をどうしたらうまくやっていくことができるのか、いや神様との関係をうまくやっていくんじゃなくて、神様はうまくやってくれてんだけども、私たちの方が神様とどう関係性を持っていったらいいのかということを皆さんに、まあ、気づかれていく、そちらの方に目が向いていくということがね、なされていくわけです。そのためにも言葉を通して自分と向き合い、神様と向き合っていくチャンスを神様が与えてくださっているということですね。日本一静かなカフェというのがあります。お聞きになったことあるかと思うんですね。私も行ってみたいなと思うところなんですが、東京の国立というところに、この米沢にもありますけども、スターバックスというねカフェがあります。そのスターバックスで日本で初めてだと思うんですが、全員が老和者なんですね。ですから日本一静かなんですよ。誰も喋ってない、店員さんが。でみんなそこではですね、手話で、ね、コミュニケーションがされるんですね。ですからそこに行くときに手話を少し覚えていこうかななんて思ってですね、いるんですけども、その店員さんとですね、こう手話を通しながらコミュニケーションをする以前に、言葉を発しなくたとしても、よく言いますよね、目は口ほどにものを言う、ね、目を通してコミュニケーションができるとか、そしてそこで笑顔ということを通してそこでのコミュニケーションがなされてくる。来る人がみんなそこに来ると幸せな思いになってくっていうんですね。全員の店員さんが笑顔で迎えてくださる。そして言葉は交わさないんですけども、その心にある思いがぬくもりとしてこう伝わって、もちろんあったかいねコーヒーを飲んで帰るわけですけども、心まであったかくなるっていうね、まさに言葉以上の言葉がそこにあるというわけです。聖書の言葉も、私たちが言葉を発する以上に、聖書の言葉を通して私たちのうちに命の躍動をこう感じていくってことがなされるというわけです。ある方がですね、いやいい言葉をねいただきましたって言うんですね。聞いてもらえますかって言うんですよ。なので私もね、メモの用意をしながらね、どういう言葉なのか聞かせてください、メモりました。皆さんにシェアしたいんですけども、こう言うんですね。人といるから疲れるんじゃなくて、我慢するから疲れるんです。本当の気持ちを我慢したり、やりたくないことをやったり、言いたいことを飲み込んだり、人が嫌いなのではなく、我慢することが嫌いなのです。
無理して人に合わせなくていいし、他人の目を気にしなくてもいい、もう我慢なんかしなくていい、ね、この言葉が良かったって言うんですね。心に響いたっていうわけです、ね、相当やっぱりこうね、お疲れだったり我慢したり、ね、やりたいことをね、やりたいと思ったけどもできなかったとかね、まあ、そういうこう思いをお持ちだったから心に響いてくるんだろうな、まあ、聖書の言葉も先ほど申し上げました。その人の状況、ね、今この時この状況のこの私っていうところに向けて神様は語ってくださいますから、聖書を読んでいく中で、またメッセージを聞く中で、神様が今日のこの状況のこの私にふさわしい言葉として語られて、それが響き続けるわけですよ。まあ、こだまするっていうことを言いますけども、いつまでも心に響き続けていく言葉として私たちのうちにとどまっていくということです。聖書一箇所開きます。マタイによる福音書の4章の4節、新約聖書の4ページになります。マタイによる福音書の4章の4節です。新約聖書の4ページです。マタイによる福音書の4章の4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものである。人は何によって生きるのか、それはパンのみに生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだ。人が生きるために必要なのは神の言葉だということです。もちろん命をね、生命線を持っていくためには食べるものも必要でしょう、ね、しかし私たちは何によって生かされているか、霊によって生かされているんです。霊的な食物をしっかりと取っていくってことが私たちが生きていく力になるということです。第二のポイントは命の関係ということです。命の関係、ヨハネの福音書の第一章の4節、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であったとあります。この言葉に命があったってありますね。命とは肉体的な命、霊的な命、永遠の命とありますね。あの日野原先生、この教会にも来てくださいまして、今でも覚えておりますが、この街道ね、いっぱい、下がいっぱい、下がこのいっぱいになりますとどれぐらい入ると思いますか。下がいっぱいで目いっぱい、その時入った時に600名でした。木の椅子だけで400席あります。その他にパイプ椅子をぎゅうぎゅうにして、今のようにコロナですから間隔を空けるんじゃギチギチと詰めてですね、そして入りきれない2階の母子室、そこもいっぱいでした。そしてさらに3階のフロアを全オープンにして、そこに座っていただいて、下が映したビデオを上で見ていただく。で1000名超えましたね。先生来た時そのような礼拝になりました。そして先生が礼拝が終わった後に階段を上られまして、3階まで、3階でご覧になっていた方々にご丁寧に挨拶をされた。その姿を見て非常に感動を覚えました。もうこうね、メッセージ終わったんですから3階まで行かなくてもいいじゃないですか。直接お会いしてないので、直接お会いしたいということで3階まで上がっていって、息が切れてんのかなと思って、息が切れてないんですよ。確か90を超えてたと思いますけど、ね、そして階段はどういうふうに上がるんだろうなって見てましたらね、本当に一段飛ばして登っておりました。来た時もお一人で来られまして、秘書の方と一緒に来られるのかなと思ったらお一人で来まして、駅まで迎えに行かせてもらいましたら、重いバッグをね持ってて、新幹線の中で執筆活動までねされて、寝たのは2時だって言うんですね。で新幹線は確か朝のね8時台だと思います。ほとんど寝てない状態で来られて、そしてパワフルにね、来られた方が全員感動するメッセージをね語られました。愛とは許しっていう言葉、ね、メッセージだったと思いますが、その先生が、命の授業という授業を
皆さんもご存知だと思いますが、小学生、特に10歳の方々に語られた、それをね、なさってこられたわけです。10歳の子どもたちに命の授業をしてきましたって言うんですね。自分が生きていると思っている人、手を挙げてくださいって必ず言うそうです。とみんな大体手をこうね、挙げるわけですね。では命はどこにあるんでしょうかって質問される。命はどこにあるんでしょうかっていうと、大体皆さんここに手を当てて、ここです、心臓ですというふうに大体の方がおっしゃると。そして聴診器を先生お持ちで心臓の音を聞いてもらうそうですね。そしてこう言うそうです。心臓は大切な器官で、頭や手足に血液を送るポンプの役割でもある。しかし心臓が命ではない、そういうんですね。命は感じるもので、目には見えない。大切なものは目には見えないんです。なぜ命は目に見えないのか、それは君たちが持っている時間だからです、そういうんですね。一度しかない時間、その命をどのように使うか、その命を自分以外のものに使うこと、これが大切なことですよ。自分のために使う、それも大事ですけども、それ以上にその命を自分以外のもの、他者のために使う、いや、もっと言えば神様のために使うということをね、先生はおっしゃりたいんでしょうけども、子どもたちにね、自分の以外のね、他の人のために使っていくことですよ。命とはあなたが使える時間、それを命の授業で伝えている。命は見えない、触れない、感じられない。自分の持っている時間を使っていることが生きている証拠である。時間の中に命がある。みんなに命を愛する人になってもらいたい。人の命のために尽くしてみてはどうか。で、その授業の中で先生は問いかけていくわけです。子供なりにですね、10歳の子供なりにそれを聞いたときに、きっとそこからまた何かね、命の鼓動を感じ、まあ、その先生から聞いた言葉を通して、命の大切さ、改めて心臓が命かと思ってたけども、そうじゃないんだ、ね、それ以上に時間なんだ、この生かされている時間をどのように使っていくかっていうことが大切なんだっていう、子どもなりにそれを汲み取って、そのことをですね、実践されていくっていうことを伺いました。私たち一人一人命が与えられた。しかしこの命は地上で限りあるわけです。しかし限りない命はイエス・キリストを通して私たちに与えられていく。私たち自身で自分の寿命を伸ばすことはできない。しかしイエス・キリストが私たちの自分で何とか自分の寿命を、そして自分で頑張って成果を出していこうというふうに生きてきた、そういう人生、それに別れを告げ、そしてたとえ死んでも生きる人生を、イエス・キリストがあの十字架で私たちの身代わりとなって、そのイエス・キリストを私たちが救い主と信じた、その瞬間から永遠の命が私たちに与えられていくということなんです。今までは命の関係を勝手に自分自身が持っていたつもりでいた、いや、勘違いしていた、自分が生きていたんだ、いや、自分が生きているんだというふうに思っていたんですが、生かされていたということに気づいていく、まさにそれは命の関係の始まりということです。一生懸命自分の力だけで何か生きていたような気がしますけども、生かされていたんだということを思わされるときに、まさにそこから新たな命の関係が始まって、命の躍動が生まれてくるということです。なぜ、永遠の命をいただいているんですから、ね、その命をたとえ死んだとしても、その死んだ後も影響が及ぼされていくということです。なぜ、一人一人の生き方が出会った人々に影響を与えていくということをですね、非常に思わされるわけです。命の関係、それは霊的新生を迎えるということです。新しく生まれ変わり、復活の命を得るということです。復活の命、たとえ死んでも生きる。昨日もある方とね、話しておりましてですね、こんなことをね、ポロッとこうおっしゃいました。いろんなことをこうやっていく中で、
一回だけのねミスを犯してしまったらもう死ぬしかないというふうに思ってしまうんですってさりげなく言ったんですね。はあ、そうなんだ、一回だけねもしミスを犯したらもう死ぬほどのねそういう思いで物事に真剣に取り組んでんだなっていうふうに思ったんですね。私なんか失敗ばかりですから、失敗だらけですから、聞いたんですよ、どうしたらいいのそういう失敗だらけの人は、もうこれ以上失敗がないってぐらいにも失敗を繰り返しながら人生を生きてきた私にとってはどうしたらいいんです。その方は言いました、いいんです、ありのままでいいんですそう言われて非常に慰めを受けまして、いいんです失敗し続けてっていうおっしゃってくださってですね、非常にこうほっとして慰めをこう受けた私でございましたけども、まさに復活の命、イエス様を通して私たちが死にきれないんですよね。なかなか死んだふりはできますけども、死にきれない私のために死んでくださったそのイエス様を私たちの心にしっかりとイエス様の命をいただくことを通して新たな歩みがそこから始まってくるというわけです。先日あの米沢に12月のね30日から1月の2日まで米沢に滞在してくださいました一人の青年がおります。名前を言っていいんですかって聞いたんですけどね、名前を言っていいって言ったので皆さんにお伝えしますが、土戸栄さんという4年前にここからね旅立ちまして北海道の札幌でね仕事を始めました。彼はニコニコ寮に1年ほどね滞在して、まあ、自分探しと言ったらいいでしょうかね、まあ、自分とこう向き合うために米沢にやってきました。それはどういうことかと言いますと、なかなかこう自分自身がいろんなことをするときに時間ということに対してね、先ほど命ということで時間に対してなかなかこうルーズになったり時間をこう守れなかったり、ね、する私もそうなんですけどね、そういうことがあるんだ、で何度もそのね仕事をしていく中でそういうことを指摘されたりするけども、なかなかそれが治らないっていうねことをどうしたらいいんだろうかってことで非常に悩んでねずっとおられました。まあ、それでカウンセリングのね学びをしたり長くそういうのを続けてこられたんですね。そして彼は何のためにねこの米沢に1月年末からねお正月にかけて来たかというと1月の5日から医療関係の事務の仕事に就くっていうことになって、その着く前に米沢に来てね、皆さんとお会いして、そしてエネルギーを得て、そして礼拝を通して御言葉をいただいてこの1年をスタートさせていこうということでねやってこられました。何よりも神の、家族の皆さんとこう出会って、ね、そしてそこからエネルギーを、ね、得ていきたい、交わりを通して、ね、エネルギーを得ていきたいと思ってライブで聞いてたりも、ね、されると思うんですけども、そのようになさっていたわけです。そして彼はその、ね、米沢に滞在した時に自分とこう向き合う、ね、そのことを通してさまざまな葛藤があったわけですね。その葛藤の中で彼自身が、解決にそこに至らない状況でもあったと思うんです。で将来どういうふうにしていったらいいかなっていうことで、臨床心理士とかそういう仕事にねついてみたいなと思って、そのためには大学に行く必要があるんじゃないかと思って一生懸命ね大学を受験するための受験勉強もしてたんです。で大学それ受験するのかなと思ったらやめたんですね。でそのまま1年経って帰っていきました。で何を始めたかと言いますと、マッサージのセラピストされたんですね。そしてそのマッサージをやっていたんですけども、マッサージもねやはり時間があったり、ね、45分とか90分とかいろいろコースがありますよね。そうすると90分で全身やんなきゃいけないと思うときに全身行き渡らないで頭だけで、極端な話ですけどね、頭だけで終わっちゃったとか、腰まで行ったけど下まで行かなかったとかね、それとか患者さんの時間アポイントの時間、ね、それがずれちゃうとか、そういうことでなかなかそれもね十分なお勤めができなかった、そんなことをね彼がおっしゃってそれをやめることになりました。そして、うつ的な状況にもこうなってしまったんですね。でクリニックの方に通っておられたそうです。そしたらクリニックの先生から、あなたは大人の発達障害ですっていうふうにね言われたっていうんですね。そのことが分かることによって、そのクリニックでそういう方々の専門のクラスというか
そういう場があったそうなんです。そこに通うようになりました。そして発達障害に対するこう理解を彼が深めるようになっていったんですね。そして就活を始めるようにまた再開しました。そしてドラッグストアで働こうと思って、医療従事者の資格を取ったんです。そして、就職活動をしました。でその時に、まあ、自分が発達障害だということを隠して就職活動をすることもできたわけです。けどもそれをオープンにして開示して、私は発達障害ですということをしっかりと面接の時に申し上げて試験を受けてきました。二十数社受けたそうです。ね、全て落ちました。どこも受け入れてくれるところはなかったというんです。ね、ああやっぱりというふうにも思ったかもしれませんけども、しかし彼はね、諦めなかったんですよ。御言葉がありますよね。求めよ、そうすれば与えられる。ね、探せ、そうすれば見出す。叩け、そうすれば開かれる。そういう御言葉がありますね。その御言葉を通してですね、彼自身も諦めずに就職活動を続けましたら、一社だけ受け入れるところはあったって言うんです。それが今回ね、今も仕事が始まっていると思いますが、医療事務の仕事が、道が開かれたというわけです。その彼が、まあ、自分自身の体験、ね、それをね話してくださったんですね、スタッフの前で。まあ、それを聞きましてね、みんなが勇気とそこに希望をいただいた。ね、自分のことを自己開示、まさにね、TCS でこれから弱さの自己開示セミナーっていうのはね開催されますが、まさに自分の弱さをこう開示する、ね、その講師になれるんじゃないのって言ったんですけどね、まさに自分自身をそういうふうにこう開示して、その自分自身であっていいんだっていうことを自信を持って語っている姿に感動しましたね。まさにここにいるいた時の姿とはね、打って変わって生き生きと希望に満ち溢れて、今度来た時はぜひね、そういう会をねしてみんなにシェアしてもらえないだろうかなんて話したらね、私でよろしいんですか、そんなことをねおっしゃってくださいました。まさに自分の弱さを受け入れているその実態に人々が触れて、触れることを通してその触れた方々が変えられていく。それは何の実態でしょう。まさに命の実態ですよ。命の実態に触れた。言葉に命があった。そしてこの命は人の光であったとあります。聖書を開きます。コリント人への第二の手紙12章の9節です。コリント人への第二の手紙の12章の9節291ページになります。新約聖書の291ページコリント人への第二の手紙の12章9節それではお読みいたします。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。こう書いてあります。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。まさにキリストの力がその弱さのうちに現れる。そしてキリストの力が宿るって書いてあります。まさに神様がなさるその御業を彼を通して表してくださったなということを思わされるわけです。私たちの人生にとってもこの言葉に命がある、命言葉に触れていく、それが私たちの人生を大きく変革していく力になるということです。最後3つ目のポイントは、私たち一人一人が心に響く命言葉、その言葉を通して輝かしい未来に生きるということです。輝かしい未来に生きるということです。第一は言葉の本質ということをご一緒しました。第二は命の関係、そして第三が輝かしい未来に生きるということです。五節、ヨハネによる福音書の1章の五節、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったとありますね。ヨハネによる福音書の中では、私は世の光であるとかですね、
光の子らしく歩みなさい、そうありますね。詩編の中には私は世の光であるというのはヨハネです。私は道である、ね、これもヨハネですね。詩編では御言葉は我が道を照らす光であるとあります。暗闇の中を歩いていた時にその道を照らしてくださる、それが変わることのない御言葉の光であるということです。先行きが見えない、将来どうなるんだろうか、これからわからない状況の中にあって御言葉が与えられることによってそこに確信を持って歩み続けていくことができるということです。その御言葉を私もですね、いろんな時にいろんな人を通して主は語ってくださるということをね、体験しました。今日はあのニュースレターっていうのありますね、これご覧になりますか。週報に挟んでありますニュースレター、一瞬の出会いを大切にっていい言葉ですね。人は誰でもあの時もったいないことをしたと思うことが一つ必ずあるものですっていう出だしから始まりまして、私はこれ田中先生がお書きになったわけですけども、伝説のグレートセールスマンと言われる夏目史郎先生から特別恩恵をいただきました。その一つはこの時代最大の牧師であり一般にも著名なノーマン・ヴィンセント・ピール氏が来日された時東京でお会いする機会をセッティングしていただいたことです。私もあの夏目史郎先生のところで働きをさせていただいたんですね。そしてそこで出会ったのが木村淳さんなんですよ。で、木村淳さんともまたここで一緒に働くとはね、夢でも思ってみませんでした。これも導きでしょうね。35年ぐらい前ですかね、一緒に働きをね、そんな長い期間でなかったんですけども、働きをご一緒させていただいて、彼の方がね、私のことをよく覚えて、私はね、あんまりうすらぼんやりしかね、覚えてないんですけど、彼の方が鮮明に覚えて、あの時こう言ったです、こう言われましたっていうことをね、いろんなことを教えてくださって、あ、そう言ったような気もするけど、言った本人はさっぱり覚えてないっていうですね、状況なんですけども、そこでお世話になりました。ある日ぼんやりしていると東京から電話があり、今どこにいるんですかという夏目氏の言葉、なんとすっかり日時を間違えていたのです。ピール氏はほどなくして天に凱旋なさいました。思い起こすとあの時お会いしていればっていうですね、田中先生がノーマン・ヴィンセント・ピール先生とお会いする日を夏目先生がセットしてくださって、それを先生が忘れていた、そのためにですねチャンスを逃してしまったっていう話ですね。一期一会のチャンスをね、生かすことが大事ですよっていうことをね、一瞬の出会いを大切にすることですよっていう記事ですね。これをまさか今日あの私も目にするとは思ってみなかったんですね。これを見てね、偶然はないと、またまた必然だというふうに思わされたんですね。なぜかと申し上げますと、あのこの日ですね、電話がかかってきたんです、一本の、同じ夏目先生から同じことを言われました。今どこにいるの、今ですか、今ちょっとあの家内とね二人でね買い物に来てますなんてこと言ってたんですね。あ、そうとか言われてね、ニューオータニに来るようにって言われたんですね。何ですか、とにかくニューオータニ の和食のレストランがあるからそこに来るようにって言われて行ったんですね。そしたら夏目先生ご夫妻と、そこに誰がいたと思います、ノーマン・ヴィンセント・ピールご夫妻がいたんですよ。でそのもう一つ席がありまして、その席に私たち夫婦が座ったんですよ。ということは田中先生ご夫妻が座る席に座っちゃったということが今日分かりました。いや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 、そういうことだったのかっていうんですね、思ったわけですけども、まさかそうなるとは。そして今ここにこうしてですね、田中先生ご夫妻にも私たちお世話になっているわけですけども、そうなるとは思いませんでした。一期一会の出会いが今日の出会いに変わったんだなということをね、思わされたわけですけども、その時にノーマン・ヴィンセント・ピール先生がおっしゃってくださったのが、ピリピ人への手紙の一章の6節の言葉を語ってくださっていました。308ページです。ピリピ人への手紙の第1章の6節、そしてあなた方のうちに良い技を始められた方が
キリストイエスの日までそれを完成してくださるに違いないと確信している。この言葉をその時もらったんですね。その時はなんだかよく分かんなかったんですよ。なんだろうこの言葉、何を意味してるのかな。聖書は後になって分かるってことがたくさんありますね。その時わけ分かんなくても必ずわけ分かるようになるってことなんです。神様を通して、神様を通してでなければ分かんないことがたくさんあるんですよね。しかし神様を通して分かることが、まさにこの私たちのね、修法の表紙にあります万事益となる、神様にあって全てが万事益となるということを思うときに、このあなた方のうちに良い技を始められた方がキリストイエスの日までそれを完成してくださるに違いない。まさに神様が始められたことは全て良きことなんだ、何一つ悪いことはない。そのことを思うときに、一つ一つのことを通して神様がなさるその御業を私たちが体験させていただく、それは神様を通して体験させていただくということです。人生には偶然はない、すべては必然、起こるべくして起こる、会うべくして会う、ね、木村さんと出会わせていただき、そしてその夏目先生の会社にいたおかげで田中先生との出会いも与えられたってわけですよ。そこで働いてた、ね、青年がいるんです。その青年を通して CD をもらったんですよ私は。あ、その時はテープでした、カセットテープでした。心のおしゃれの参加状っていうのをもらったおかげで、それを聞いたことによって田中先生と出会いを持たせていただいた。それも神様がきっとその、ね、青年を送ってくださったんだと思います。そしてその出会いを通して今日あるわけですよね。神様を通してでなければならない出会い、まさにそれはお一人お一人、どの人も輝かしい未来を生きるために神様が備えてくださったということです。私たち一人一人がまさにイエス様が世の光として、そしてその光を私たちがうちに持つものとして、自分が一生懸命自分の力や努力や頑張りで輝きを放たなくても、イエス様ご自身を持っていることによってそこに存在しているだけでの輝きが放たれていくということです。いや、放たれているということです。お一人お一人神の作品として、この一年神の作品の輝きをすでに放っておられるので、あなたがそこにいてくださるだけで輝かしい未来が開かれているということを確信して歩んでまいりましょう。お祈りします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかった。どうぞしばらく神様に応答の祈りを捧げてまいりましょう。